メタリカの魅力を語ろうというわけで、今回は、最近新しいアルバムが出たですね、メタリカについて話していきたいと思います。新作の感想並びに、これまでのリリースした作品の好きな曲などをね、発表していきたいと思いますので、皆さんのメタリカに対する思い出だったり、好きな曲などをぜひもコメントとかで教えてもらえると嬉しいです。では、早速買いました。72 Seasons ね。買いました。コード版 LP で買っても良かったかもしれないですけど、とりあえず、お手軽に CD で買ってみました。どうやらこの72 Seasons っていうのは、18歳になるまでの12ヶ月 ×18 のことらしく、あれ ?12×18 って72になるのか?違う、12だと合わない。4 Season か。春夏秋冬を、18でやればいいのか。はい。というわけで、タイトルとしてはそういう、なんていうか、青春期じゃないけど、幼少期の最初の、人生の最初の18年間みたいなタイトルですね。はい。っていう、こういう表現があるんだなと思って初めて知ったんですけど、聞いた感想を言っていくとですね、結構、あんまりこう、スラッシュメタルはしてないかなって感じですね。スラッシュメタルはしてなくて、ヘビーロック系、ヘビーメタル系の、なんて言うんだろう。印象としてはブラックアルバムとかにも近いし、なんていうかな、ニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタルの、雰囲気が結構感じる作品です。ただやっぱりどこを聞いてもどこで切ってもメタリカみたいな、金太郎飴みたいな感じで、メタリカだと思える作品ですね。1曲目がやや早い感じですね。1曲目でおーっとなって、僕はもう激アツだと思って、メタリカだと思ってすごい嬉しかったですね。1曲目がちょっと早い感じでも、そんなに早くないと思う。スラッシュしてない感じですかね。あとはずっともうヘビーな曲がガンガン続いていくって感じですね。結構メタリカのロックバラードみたいな曲が割と好きではあるんですが、今回はあんまりそういうバラード系の雰囲気とかミドルテンポのやつはあんまりなくて、もうヘビーにリフでもうドカンといく感じので、バーッとこう突き抜けるような印象でしたね。人生最初の18年間ということで、メンバー自身もおそらくその、音楽的なルーツとかに向き合って作ったらニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタルになったのかなっていうところですね。非常にいいなと思います。面白い作品ですね。久々にメタリカの新しいアルバム聴けてよかったです。前回のリリースで言うとハードワイヤードが2016年かだから7年ぐらい経ってる。デス・マグネティックが2008年。おー、なるほど。デス・マグネティック2008年かっていう、なんか割となんか最近な気がしてましたが、全然そんなことなかったですね。はい。というわけで、久々のリリースが聴けたなっていうところなんですが、メタリカは一通りは聴いてるので、順番にその魅力だったり好きな曲などの話をしていきたいんですが、やっぱりなんだろうな、何がいいかっていうと、結構声が好きなんですよ。そういう方多いかなと思いますが、声が好きで、割とこういうスラッシュメタルしかり、ちょっとメタルっていう広めに言うとですよ、割とこうハイトーンでこうバーンと行くようなボーカルスタイルが多分多くて、でちょっとこうシャウトする系みたいな人が多分多いと思うんですけど、メタリカはもう逆にこうちょっと声低くてすごい太くて、なんていうかこうちょっと拳を効いたようなこう男みたいな感じのボーカルスタイルの、ジェームス・ヘッドフィールドのボーカルスタイルですね、が非常にかっこいいと思いますね。もう声だけでああメタリカだなって思えるかっこいい声をしていて、それからやっぱりその曲の展開がめちゃめちゃかっこいいですよね。こうちょっと複雑な展開、すぐ転調する感じというか、すごくアコースティックでドラマチックな雰囲気になったりとか、そしたらまたヘビーなサンドに戻ったりみたいな、少し対策的な雰囲気もありますよね。尺が短い曲というよりかは少し長めでこうドラマチックにこう、変化していくような曲、そんな曲が結構メタリカの魅力かなと思いますね。さてさて、アルバムごとに見ていきますか。ファーストは、血染めの鉄槌、ハンマーっていう砲台がついてて、かっこいいのかなんだかわかりませんが、ファーストに関しては結構、今のメタリカとはだいぶ違う感じですよね。それこそボーカルスタイルも、なんか高音でシャウトする系で歌ってるような、印象なんですけど、でも曲はやっぱりね、曲は初期からめちゃめちゃいいんですよね。はめちゃめちゃやっぱり最初からいいですね。この時はもうめちゃめちゃ早いですね。やっぱり早くて、リフのかっこよさももうピカイチですね。最初からやっぱりメタリカすごいなと思いますね。ジャンプインザファイヤーのリフめっちゃかっこよくないですか？好きなんですけど、ジャンプインザファイヤーとか、あとは好きな曲なんだろうな、ビップラッシュとかはもう早すぎて、早すぎるぞみたいな感じですね。それから、ノーリモースもすごい好き。ノーリモースのイントロから、展開もう変わりすぎでしょみたいな感じで、ずっとかっこいいんですよ。ノーリモースとかね。
シーク&デストレイみたいなちょっとミドルテンポ、ややスピード落としめヘビーな曲もいいですね。あとはまあデイブ・ムスティの曲だと思いますが、メタル・ミリティアっていうなんかメタル兵隊、メタル・アーミー軍団みたいな曲があるんですけど、それもかっこいいですね。早くてかっこいい、本当にまあザ・スラッシュメタルみたいな曲でかっこいいですね。後半になるとこうメタル・ミリティアが歩いてくる音が入ってるんですよね。はい、それも含めて結構いいですね。そしてファーストも最高もちろんで、セカンドもいいですね。ライド・ザ・ライトニング、セカンドアルバムですけど、こっから僕の印象だと結構曲の雰囲気が変わって、すごいドラマチックな叙情的な雰囲気というか、が増えてくるっていう印象ですね。ファーストはもうドカンイケイケドンドンみたいな感じなんですけど、セカンドから、まあ、1曲目がファイト・ファイア・ウィズ・ファイアですね。ファイトファイアウィズファイアのイントロは、あれどうしたみたいな、そう、あれメタルなのかみたいな、その一瞬油断させてからドカーンといくみたいな、まあそういうやり方が、このセカンド以降出てきますね。1曲目の最初のイントロでちょっと油断させるみたいなね、そういうやり方をしがちになりますね。クリーピングデスとかね、大曲も入ってますね。それからサードアルバムメタルマスターは、これもめちゃめちゃ僕も聞きましたね。なんかスラッシュメタル最初気になって調べた時に、こうスラッシュメタルを代表する曲みたいなのをこう調べて、そしたらなんだ、エンジェルオブデス、レイニングブラッド、バッテリー、マスターオブパペッツとかが確か出てきたんですよ。で最初スレイヤーを聞いて、ああこれぞスラッシュメタルだっていうのがなんとなく分かって、でその後バッテリーを聞いて、これもあれです、イントロで油断させてくるんですよ。バッテリーもね、そういうイントロで油断させてきて、そこから曲が展開ドカーンと速くなってみたいな、そういう展開がですね、かなりもう鳥肌立った覚えがありますね。なんでまあメタリカの最初に聞いた曲は多分僕はバッテリーだったような気がします。そしてマスターオブパペッツって8分以上あるすごいドラマチックな曲だし、まあとにかくまあリフがかっこいいですよねっていうのもあって、でまあメタル史を代表する素晴らしい曲かなと思います。あとはウェルカムホームもとっても好き、後半速くなったりするところとかね、リフも非常にかっこいい、ウェルカムホームと、あとはダメージインクとか速い曲も入ってますね。やっぱりまあ基本的に最初の4作目ぐらいまでは僕はとっても好きですね。次4作目メタルジャスティスなんですけど、これもいいです、素晴らしい。なんか、ね、ベースの音が聞こえないとか言って大問題になったりもしてたんですけど、これはやっぱり曲は素晴らしいなと思いますよ。最初のブラックエンド、1曲目ブラックエンド、これもイントロちょっと穏やかな感じで油断させてくるんですよ、はい、でまあ速いスピード中に変わるんですけど、ブラックエンドと、あとはやっぱりワンですよね。ワンのミュージックビデオとかもすごい好きなんですけど、まあジョニーは戦場へ行ったっていうね、映画のシーンとかを使ったりしてて、なんだ、ちょっともう不気味な感じもあるんですけど、まあミュージックビデオも非常にかっこいいっていう、ワンっていうまあ代表曲の一個かな。もあったりしますね。あとはなんか日本版の、僕が聞いてた日本版のボーナストラックかもしれないですけど、ザ・プリンスっていう曲が最後に入ってて、ダイヤモンドヘッドのカバーですね。これもめちゃめちゃ速くて非常にかっこいいっていうところで、その辺がまあメタルジャスティスの好きな曲ですね。そして、ブラックアルバム、ブラックアルバムはもういきなりこうスピード、曲のスピード落として、もうヘビーロック路線に行くっていう、まあこれがめちゃめちゃ売れて、ね、商業的にも大成功するっていう感じなんですけれども、ブラックアルバムはね、まあエンターサンドマンとかね、ちょっと聞いたことある人が多いような曲もありつつ、まあ、好きなのは、スルーザネバーとかが好きですかね。やっぱりちょっとやっぱり早い曲が個人的には好きかな、メタリカの中ではっていうのがあるので、スルーザネバーの少しこのブラックアルバムの中だったら早い感じは非常にいいなと思いますね。あの空耳でおなじみのやつです。寿司鳥フローネローのやつです。はい。でそれからですね、ロードリロードはすいません、ちょっと あんま聞いてないです。あんま聞いてないんでちょっと省きます。それから、2000年代入ってペイントアンガー、これもなんか問題作みたいな雰囲気あるんですが、どうでしょう。僕結構好きですね。セイントアンガーかっこいいと思いますよ。さらにこうヘビーをさらに突き詰めて、あとはもうギターソロとかをなくして本当にもうドヘビーな感じでやってくアルバムなんですけど、まあスラッシュメタルとかとはまた程遠い雰囲気なんですけど、これはこれでね、いや結構なんかバンドとしてはまあなんか微妙な時期だったとは思うんですけど、私本人たちも多分あんまり満足してないアルバムの可能性はあるんですが、結構いいと思います。なんかドラムがずっとどこどこ言ってるんですよ。どこ、あの聞いてみたら多分わかるんですけど、ずっとどこどこ言ってるんですよ。それもね、なんかかっこいいんですよね。とどこどこやってる感じと、あとは本当にもうヘビーさに重きを置いて作られたリフというか、
うん、非常にいいと思います。1曲目のフランティックからめちゃめちゃかっこいいですね。フランティックと、それから、うん、あと好きなのは3曲目のサムカインドオブモンスターという曲があって、これも空耳ですね。ソウムカの松田と呼ばれているサムカインドオブモンスターっていう曲があるんですけど、はい、その松田であることは置いといても、もうヘビーすぎて、もうあまりにもヘビーでかっこいい。このアルバムでの結構好きな曲ですね。はい。それから、デスマグネティックですね。これ結構思い出深くて、個人的には。ちょうど、メタリカが好きになった高校生ぐらいの時にオンタイムでリリースされたのがデスマグネティックだったので、とっても印象に残っております。で、このアルバムはもう原点回帰というか、本当にスラッシュメタルに回帰したアルバムっていう感じで、非常に、まあ、いいアルバムだと思います。ザ・メタリカみたいな複雑なリフ曲展開と、速い曲。まあ堪能できて、これぞずっと期待してたメタリカだなっていう印象を僕は持ちました。2曲目の The End of the Line とかの複雑なリフとかも最高にかっこいいし、The Day That Never Comes ってちょっとロックバラードみたいな曲があるんですけど、それもとってもいいですね。それから All Night Mare Long って曲も良くて、最後ら辺のもう曲の展開というか、ちょっともう邪悪な雰囲気も、ナイトメアってまあ悪夢の歌なんですけど、その雰囲気というか、それを悪夢をサウンドで表すような邪悪な展開が非常にグッドですね。それから最後の My Apocalypse っていうめっちゃ早い曲があって、もうこれぞメタリカなみたいな、非常に僕は個人的に思い出あります。はい、はい、好きなアルバムですね。それから前作ハードワイヤードは1曲目のハードワイヤードと、あとはなんだろうな、2曲目かな、アトラスライズって曲がまた複雑な僕の好きな感じの、メタリカのリフメインの曲って感じですね。なんかボーナストラック入ってるやつを僕は聞いてて、デラックス版みたいな、それなんか結構メタルのこうクラシックメタルみたいな曲のカバーが結構入ったりしてて、なんだアイアンメイデンのリメンバートゥモローのカバーとか結構かっこいいんですよね。っていうのもあって、そのなんだろう、僕はどっちかっていうと、そのデラックス版というか、そのボーナストラック3枚組だったかな、そのボーナストラックのメタルカバーの方とかの方がちょっとこの作品に関しては印象強いかもしれないですね。というわけでメタリカの話ちょっと長くなりましたが、もろもろしてきました。はい、だいぶと駆け足で端折った感もあるんですが、大体僕の好きなメタリカ像が伝わっているかなとは思います。どうでしょう。はい。皆さんもぜひ好きなアルバム、思い出、並びに好きな曲などなど、ぜひコメントとかで教えてください。では今日はメタリカについてでした。ご視聴ありがとうございました。